こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。こんにちは、ヨウムです。この、ゆ、ってなんだよ。いつもながらオープニングモフモフの破壊力は半端ないわー。オープニングモフモフって何よ。動画の中で一番力を入れるところだからな。ここさえちゃんとすればあとはなんとかなるし。わかる。なるわけないでしょ。霊夢よ、いつもモフモフは神だと言っているだろう。ならないわけがないんだよ。そうですか。で、今回は再編集版みたいだけど、前にやった自販機特集をやるよ。俺はこの時いなかったよな。どうせ作り直すから出してあげてもいいかなって。出すなとか嫌いって声も多いけどね。前々から言ってるが、本当に嫌いならそっとブラウザバックするもんだぜ。嫌いなものなんか見たくないもんな。ところがどうだ、貴重な時間を削ってまで嫌いだと書いてくれている。もうめっちゃ気になって気になって仕方ないんだと思うぜ。いや、それはちょっと違うんじゃないの。都合のいいように脳内変換してんじゃないわよ。大体この時に俺を出さないとはどういうことだよ。それはタコの入っていないたこ焼きみたいなもんだぞ。何言ってんだか。霊夢ちゃん、早くやろうよ。そうね。自動販売機って言ってもいろんなのがあって、一番多いのはやはりジュースやタバコの自販機だよね。食品系の自販機とかも多いかな。食品系は結構いろんなものを売っていて、例えば卵の自販機とか、こんなご飯とかその場で食べれるカップ系。あ、これどこかのドライブインとかで見たことあるかも。まあ、このあたりって結構見たりするのよ。そうなのか。なので今回はかなりレアな自販機を紹介しようと思ってるのね。なるほど。じゃあ、早速行くよ。洗車用品専門の自販機。これ、外側だけの宣伝で、中身は普通の飲み物じゃないのか。他の画像を見てみようか。まあ、いろいろあるね。全部洗車用品だよ。本当だ。洗車場とかにあるみたいなので、お金に余裕があるなら道具も多分に手ぶらで。オッケー。サッカーボールの自販機。わざわざ自販機で恨んでもいいんじゃないのか。よくこんなもの自販機で売ろうと考えるよね。これは日本じゃないけどね。なるほど。レゴの自販機。これも海外もの。建築資材だね。そういえばそんなこと言ってたな。いや、レゴハウスはあったみたいだけど、建築資材ではないから。そうなのか。資材です。そういえばアメリカとか、自動車の自販機を作った会社があるんだよ。いやいや、それは嘘でしょ。霊夢は話を盛りすぎだぞ。そんなセリフはこれ見てから言ってよ。オーマイガー。これ、自販機って呼ぶの？コイン入れたら出てくる仕組みだから一応自販機かと。さすがに規模が大きいから、立体駐車場みたいな作りになってるけどね。さすがアメリカね。やることが大きいわ。だが、これを自販機とは呼べんだろ。でもね、シンガポールはもっと派手なんだよ。これより派手なのか。これがシンガポールの高級自動車自販機。いや、どう見てもミニカーをショーケースに入れてるようにしか見えないんですけど。全く同感だな。ここに並んでるのはフェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニなどの高級車ばかり。希望の商品があれば、建物の中で専用の端末から支払いを済ませ、確認が取れたら2分で出てくるらしいわ。すごい時代になったわね。これはさすがに日本じゃ無理だな。規模が大きくなったけど、まあ、こんなのもあるっていうこと。じゃあ、次。ハンコの自販機。自動製販機ってことはその場で作るんでしょ。そうだね。これは便利。ちゃんと作れんのか、これ。まあまあ、自販機もここまで来たかって驚くわよ。実印まで行けるの。書体も、印影の太さなんかも選べて、あとは並んでる印鑑の素材を選んでセットするだけ。すげえなこれ。この自販機はいろんなところに設置されてるから見たことある人はいるかもね。へえ。ニベアの自販機。もしかして、ニベア缶しか売ってないの？もしかしなくてもニベア缶しか売ってないわ。いいこだわりじゃねえか。潔い自販機ね。で、売れてるのか？それを私に聞かれても、すごく気になるぜ。そんなことが気になるんだね。焼きアゴ入り出汁の自販機。アゴっていうのはトビウオのことね。これはうまいだろ。この出汁汁の中にトビウオが入ってるの。一匹まるっと入ってるよ。おお、焼きアゴの出汁ってすごく美味しくって、これ一本あればいろんなものが作れるんだよ。作った試食はないのか？はい、実際に食べてみないとな。食レポしてやるからこれを使った料理を早く食べさせろよ。あるわけないじゃん。全く使えない子ね。マリサちゃん言いすぎー。あんたたち覚えてなさいよ。リンゴの自販機。リンゴが一個まるっと出てくるの。これはカットされてるやつ。青リンゴとかもあるじゃん。蜂蜜とかキャラメルとかいろんな味付けがされてるやつもあるみたいね。これ、ちょっと食べてみたいわー。カバンの自販機。なんでこんなものを売ろうと考えたのかな。ここがカバンの産地だから。なるほど。こんな缶詰の中にカバンなんか入るのか。大きなカバンじゃなくってトートバッグを小さくしたような小物入れって感じかな。お土産にはいいかもな。お酒の自販機。この自販機のすごいところは、いろんな銘柄が楽しめるってところね。これって瓶売りじゃないの？300円ほどで1カップ分出てくるって。奥にあるお缶ところで熱燗も楽しめるという、酒飲みにはたまらん場所だな。至れり尽くせりって感じね。おみくじの自販機。ちょっと待て、なんでしょう？これ、大凶おみくじって書いてあるぞ。こんな縁起が悪いおみくじなんて誰も買わないでしょ。これは心理学でいうところのカリグラ効果ってやつ。人は買っちゃダメとか見ちゃダメとか言われると、買いたくなるし見たくなる。その効果を利用したものね。利用したものねじゃねえよ。さすがにこれは買わんだろ。アメリカで、壁に穴を開けて覗かないでって張り紙をしたらそこを通った人はどうするかって実験があったの。結果、その張り紙を見た人は全員覗いたよ。なんて浅はかなの。クレープの自販機。クレープとかそんなものもあるんだ。食品系は、唐揚げ、たこ焼き、焼きそば、ポテトフライ、おでんとかいろんな自販機があるけど、揚げ物焼き物じゃないのはなんか新鮮よね。そう言われると、そうかもね。今言ったの、全部俺の好きなものじゃねえか。そうですか。カレーの自販機。これって、カレー味の飲み物とかじゃないの？確かに昔テレビで、カレーは飲み物です、って言ってた人はいたけど、違うよ、間違ってはないぞ。はいはい、これはレトルトカレーが中に入ってるの。なるほどね。これはチキンカレー、キーマカレー、バターチキンカレーの3種類。全部食べたい。あんたたちって変なところで息が合うよね。霊夢ちゃん、そんな言い方はやめてくれる？屈辱だわ。よーし、ヨウム、今すぐ自制の句を読み上げろ。なんでそうなる？
いろんなカレーの自販機があるけど、ご飯とレトルトカレーがセットになって出てくるものもあるよ。へぇ。本の自販機、これって売れるの？それはわかんない。みんなスマホで電子書籍とかネットニュースとか読む時代で、需要があるのかなって。まあ、マニアっていうのはどんな分野でもいるから、これはすごくわかるぜ。髪の匂いとか落ち着くしな。あんたそんな読書家だっけ？あの匂い嗅ぐとすぐ寝れるんだぜ。睡眠薬かよ。ご当地レトルトカレー自販機、さっきのとは違うのか？この自販機は全国のご当地カレーを扱ったもの。さっきのとは内容が違うね。海軍カレーとか牛すじカレーとかあるね。全部食べたい。仲がいいんだか悪いんだか。ルアーの自販機、魚釣りってそんなにルアーの需要があるのか？海でもルアーは使ったりするから、需要が全くないわけでもない。狙ってる魚にもよると思うけど、ブラックバスとかだったら疑似餌は必須になるんじゃないかな。なるほどね、これは本物の虫さんを扱わなくていいからいいんじゃないの。見た目、ミミズにそっくりなやつもあるけどな。いやー、またそういうことを言う。後半戦行くよ。居酒屋メニューの自販機。これってさ、どんな人が考えたんだろうね。なんとなく、あったらいいな、的なことは考えても、実際に作ったりはしないわけじゃん。まあ、そうだね。これはありそうでなかった。革命的自販機だと思うんだけど。酒好きのおっさんが、なんとなくノリで作っただけかもな。夢がないわちくわの自販機。ちくわってさ、たまに無性に食べたくならない。あ、たまにそんな時があるね。そうか、霊夢的にはキュウリとのコラボが最高だと思うんだけど、俺なら納豆とチーズのコンボだな。それをちくわに詰めていただく、至福の時だぜ。普通に相手醤油でしょ。好みはそれぞれね。でもそこまでバリエーションはないかな。おかずって言ってもメインじゃないからな。ラーメンスープの自販機。佐野実乗るって、もしかして。そう、ラーメンの鬼と言われたあの佐野さんね。そのラーメンのスープだけ、なんか微妙な感じがしねえか。お黙り。今もまだこの自販機があるかはわからないけど、とりあえずこれを飲んだ人の感想。飲み終わった後、やたらと喉が渇いたということね。塩分が強めということだけは伝わったよ。まだあるなら飲んでみたいな。結構チャレンジャーじゃないの。何事も経験だぜ。まともなこと言ってる。シャンプーの自販機。ねえねえ、味噌シャンって書いてあるけど。札幌、味噌ののシャンプーで味噌シャン。味噌で作ったシャンプーかと思ったぜ。このシャンプー誕生には、涙なくしては語れない地元への愛あふれる物語があるのよ。なるほどね。説明してないのになんでわかるんだよ。お前もしかして、エスパーか？はい、何言ってんの？そんなわけないじゃん。違うのか？ちゃんと説明しなかった私が悪かったわ。ほんと、やれやれだぜ。たまにはそんなことないとか言いなさいよ。不憫だわ。紙の自販機。これって大丈夫なの？何が？いや、さすがに紙はやりすぎじゃないのかなって。この中に入ってる紙は生きてんのか、死んでんのか。答えを言うと生きてるんだよ。庫内温度を低くして、紙を透明状態にして鮮度を保ってるの。へぇ。時々霧吹きで水分をふっかけて、紙を乾燥させないようにしてるのよ。大雑把に見えて意外と手をかけてるんだね。紙食べてぇな。楽器用備品自販機。ギターやベースの弦、ドラムスティックなんかを売ってる自販機ね。これって需要あるのか？仕事終わりに練習スタジオに仲間が集まり、さあこれからって時に弦が切れた。しかしその日に限って予備の弦を持っていなかった。そこでこの自販機の出番ね。この自販機のおかげで練習ができたバンドは、この日新しい新曲を作り上げた。後にそれが CD 売り上げ100万枚のミリオンヒットとなる。となることも考えられるから、これはありじゃない。何言ってんの？そんな都合よくいくわけないじゃん。そうだよな。だいたいさ、その練習スタジオで普通に弦とか売ってんじゃねえの。どんな妄想ドリーマーだよ。ふう、確かに現実的な話じゃないわね。あんたたち、その言葉しっかりと覚えておきなさいよ。ピザの自販機。冷凍ピザを温めたって感じなのか。よくありがちな冷凍物を焼いたり温めたりする機械じゃなくって、生地を広げてソースを塗って具材を乗せてから焼くという本格的な機械ね。もうピザ屋さんじゃん。内容的には変わらないわ。生地から作るから人がやる工程と全く同じ。なんかいろいろとすげえな。確かに。この機械、広島にあるそうなので、広島に用事がある人はちょっと立ち寄ってみるのもいいかも。出来上がりもうまそうだもんな。ピザが食べたくなってきたよ。金の自販機。いや、なんで自販機で金なんか売ってんだよ。欲しいけど。お金持ちの国アラブ首長国連邦をはじめ、イギリス、アメリカ、シンガポールなどに金貨の自販機ってあって、実は日本にもあるんだよ。なんだと、日本にもあるのか。あのお金持ち系 YouTuber さんが金貨を買い漁ってる動画があるよ。自販機で金貨買えるって考えたらすごいよね。日本で販売している理由は敷居が高い感じをなくしたい。つまりもっと気軽に買ってもらいたいという理由らしいわ。素晴らしい。気軽に買えるのは最高だよな。他にはワインの自販機。これはビールとか売ってるのならワインがあってもいいじゃん。って理由だと思うけど、そうなるとシャンパンも出てくるわけ。え、シャンパンの自販機とかあるの？あるんだよ。イギリスとかマレーシアなんかにあって、日本でもイベントなんかで出現することもあるみたいね。おいのシャンパンか。シーンとかないわよ。言いたいことがなぜわかる。エスパーか。いや、エスパーじゃなくてもわかると思うけど。他にも柿とか。おいおいおい、それはさすがにヤバすぎねえか。業務もそう思うよ。この自販機は兵庫県にあって、室津港で水揚げされた新鮮な柿がコインロッカーみたいな冷蔵ボックスに入っていて買える仕組み。なかなかすごいこと考えるよね。自販機での販売は5月くらいまでとなっていたわ。柿食えてえな。あとはハンバーガー特集でも紹介した昆虫食の自販機。あの恐ろしい自販機ね。それとか折りたたみ傘の自販機とか、パンの自販機だとか、薬の自販機なんかがあるね。薬の自販機とか日本では無理かもね。医薬品の登録者販売とかではないし、さすがに無理かな。
まだまだあるんだけど、キリがないからここまでにしておくけど、どうだった？自販機ってさ、コンビニが台頭してきたおかげで売り上げとか厳しいと思うんだけど、こういう変わった自販機とかあると、なんか購買意欲をそそられるよね。そうだな。何のジュースが出てくるかわからない自販機っていうのもあったし、そういうワクワク感はあるかもね。いつまでもなくならないでほしいわね。金の自販機はなくなってほしくないな。出た。視線止まりさ。誰が視線止だよ。金の自販機の話からはそればっかり考えていたでしょ。相場見て、安いところを狙って自販機で買えば丸儲けだな。これはめっちゃ美味しいかも。これは早く帰って金相場を調べなきゃ。あ、早く終わんねえかな。さっさと切り上げたいのぜ。とか思ってたでしょ。なんで俺の考えてることがわかる？エスパーか。最悪だわ。